バングスボー用剤バングスボー用剤に現存する15センチメートル砲。バングスボー用剤はデンマーク北部フレゼリクスハウン近郊に建設された要塞ナチスドイツによる占領下にあった1944年、フレゼリクスハウン南方に建造されたものである。数百年の間、フレゼリクスハウン南方にある標高84メートルのピッカーバッケンと呼ばれる丘は、 フレゼリクスハウンの防衛上の重要な拠点であった。第二次世界大戦中ドイツ国防軍もまた、ピッカーバッケンをフレゼリクスハウンの防衛拠点とした。数度にわたり、増強が行われたが1942年には、大西洋の壁の一環として、ユトランド半島北部の防衛を担う、大規模な建造計画が立案された。フレゼリクスハウ南港基地軍と命名された、 この要塞は1944年に完成し、コンクリート製の70の円平号が設けられ、フライヤーレーダーが配備された。1945年5月連合軍が占領した時点では、円平号は大規模なものが34、小規模なものが17。要塞砲は沿岸砲として、ニールスユールの手法であった15センチメートル砲を4門。 対空砲として10.5センチメートル砲と機関砲が配備されていた。周囲には有志鉄線と地雷原が巡らされ、陸上からの接近に対応していた。第二次世界大戦後デンマーク海軍の所管となり、1950年には遠平号10機を増設、一部を更新された設備と合わせて1952年よりバングス防要塞として運用を開始した。だが、 その運用寿命は短く、財政難からフレゼリクスハウンの海軍施設が稼働した1962年には、要塞としての運用を停止、カテガット海峡方面の海軍基地として通信、レーダー基地としての機能を残すのみとなった。1991年9月29日、ニールスユールの手法の展示等の博物館化を前提に、敷地の未使用部分開放が決定した。 法の延平号は修繕され、フレゼリクスハウン氏とバングスボー博物館は海軍の協力下で要塞を博物館として再建を進めた。2005年には敷地を借り上げる形でバングスボー博物館が移設された。2008年には退役した練習館を博物館船として入手している。南部の一部エリアは未使用部分の開放後も、 海軍の基地であり、この区画にも設備は残存している。AB、バングスボー・フォート、バングスボー・ミュージアム、2012年8月27日、閲覧。ABCD、フォーテッツ・イストリエ、バングスボー・ミュージアム、2012年8月27日、閲覧。バングスボー・フォーテッド、イストリエ・オージ・ファンクション1940から1962。 コーツディフェンスラインズインスカンディナビア2012年8月27日閲覧ニールス・ジュルズ・カナナーバングスボーミュージアム2012年8月27日閲覧ラパディカランバングスボーミュージアム2012年8月27日閲覧ありがとうございます